東海市にある日本福祉大学東海キャンパスで東海キャンパス祭が開かれました。東海市にある日本福祉大学東海キャンパスで7日、東海キャンパス祭が開かれました。このイベントは学生や地域住民が交流ができる場になればと、日本福祉大学東海キャンパスが開校した2015年から毎年開かれていて、今年で5回目になります。キャンパス祭を運営するのは学生による実行委員会東海イベントオフィスのメンバー25人です。今年は一人一人がつながることで一つの輪になりたいという思いと、開催時期がクリスマスに近いことからキャンパス祭のテーマをリングにしました。会場では経済学部のゼミによる子ども向けのゲーム企画などが行われ、にぎわいを見せていました。屋外にはたこ焼きやタピオカドリンク、フライドポテトなどの飲食ブースが並びました。中でも日頃災害ボランティアに取り組んでいる学生たちは炊き出しの訓練を兼ねて大きな鍋を使って豚汁を作り、来場者に販売していました。このほかイベントでは看護学部による献血コーナーが用意されたほか、ステージでは学生バンドによるクリスマスソングの披露などが行われ、盛り上がりを見せていました。会場には子どもからお年寄りまで幅広い世代の人たちが訪れ、年に一度のイベントを楽しんでいました。